テリー・サザーン。テリー・サザーンは、アメリカ合衆国の作家、脚本家、エッセイスト、大学講師。1950年代には、パリ戦後文学運動の一翼を担い、クリニッチ・ビレッジのビート作家に名を連ねた。1960年代には、スウィンギング・ロンドンと呼ばれる文化運動の中心に位置し、1970年代には、ハリウッドの古式ゆかしい映画制作スタイルを破壊した。 一員となった。1980年代には、アメリカ合衆国における最も成功した、娯楽番組の一つ、NBC サタデーナイトライブの作家として活躍し、一方で、ニューヨークのいくつかの大学で映画の脚本執筆についての講義を受け持った。サザーンの、広い視野、皮肉、暗くて、しばしば不条理という作風は、多くの世代の、比較的インテリな、作家や読者、 映画制作者や映画ファンに支持された。1962年にはエスクワイア氏にトゥアーリング・アット・オーレ・ミスを発表して、ジャーナリストのトム・ウルフにニュージャーナリズムの素質を評価され、博士の異常な愛情、シンシナティキット、イージー・ライダーの脚本家への道を開いた。彼のイージー・ライダーにおける仕事は、ハリウッドスタイルの映画制作術とは全く異なる、独立プロダクションによる、 映画制作への流れを作り出し、それは1970年代に大きく花開いた。生まれはテキサス州のアルバラード。南部メソジスト大学に入学するも陸軍士官として第二次世界大戦に従軍するために一旦離れ、帰国後はノースウェスタン大学に復帰して1948年に哲学の学士号を取得。軍隊退役後、 フランスのソルボンヌ大学で兵士のための社会復帰プログラムを受けている時に短編小説を執筆。そのうちの一つ、ザ・サン・アンド・ザ・スティル・ボーン・スターズがパリスレビューに掲載されたのがデビュー作となった。1958年には最初の小説、フラッシュ・アンド・フィログリーがアンドレ・ダッチによって出版され、すぐに次の作品、ザ・マジック・クリスチャンが出版された。 1960年には、メイソン・ホッフェンベルグと共同で執筆した、キャンディが、マックスウェル・ケントン名義で、伝説的な出版社オリンピア・プレスより出版された。また、サザーントビート族詩人のグレゴリー・コルソは、オリンピアの出版社であったモーリス・ジロディアスに、当時はまだ無名だったウィリアム・エス・バローズの小説、ネイキッド・ランチを売り込むことにも一役買った。 1963年には短編、ザ・ロード・アウト・オブ・アクスタルで王・ヘンリー賞受賞。1964年、英国俳優のピーター・セラーズの勧めもあって、映画監督のスタンリー・キューブリックがサザーンに、博士の異常な愛情の脚本への協力を依頼した。キューブリックの初稿は、ピーター・ジョージの小説、レッド・アラートに基づいていた。キューブリックとジョージ、そしてサザーンは、 博士の異常な愛情のクレジットの上では、脚本の共同執筆者となっているが、しかし実際は、この暗く風刺的な脚本は、ほとんどサザーンによって書かれたものであった。なお、博士の異常な愛情の後、サザーンはコメディ映画の企画を探していた、キューブリックのために、ポルノ業界を描いた、ブルームービーを執筆。結局、この作品は映画化されなかったが、昭和30年代に、 日本で早川書房が翻訳出版したが内容があまりにもわいせつすぎて同社社長が警視庁でお咎めを受けた。1960年代の後半、サザーンは映画の脚本を書き続けた。1965年のラブドワンコレクター、1966年のシンシナティキット、1967年の007カジノロワイヤル、 バーバレラがその作品である。そして1968年、サザーンは、デニス・ホッパー、ピーター・ホンダと共同で、イージー・ライダーの脚本を執筆。1980年代の初めには、マイケル・ドナヒューが、NBC サタデー・ナイトライブの構成を依頼した。また、サザーンは、1980年代終わりから、ニューヨーク大学、コロンビア大学で、 映画脚本についての講座を受け持った。没年は1995年71歳。彼の最後の作品はテキサスの夏テキサスサマーで、それはリチャード・セイバーによって1992年に出版された。2003年4月1日、ニューヨーク公共図書館によってサザーンの原稿、書館、写真などを取りまとめてサザーンのアーカイブの設立が発表された。 そのアーカイブには、ジョージ・プリンプトン、アレン・ギーンズバーグ、ノーマン・メイラー、フランク・オハラ、ラリー・リバーズ、ウィリアム・スティローン、V.S. プリチェット、ゴアビダル、アビー・ホフマン、エドマンド・ウィルソン、ジョン・デノン、リンゴ・スター、ローリング・ストーンズなど、早々たる面々との交流の記録が含まれている。ありがとうございます。